今回はダブルスの解説動画になります。実際のプレーを見ながら、プレー中にどのようなことが起きているかについて話していきます。皆さんがプレーをしていく時の考えの参考にぜひしてみてください。リターンをストレートロブから入っていきます。サーブを打った人はサーブ&ボレーから入っていたので、このボールをノーバウンド処理、さらにドライブボレーで返球をしていきます。この返球した場所はセンターの足元になっていきます。このボールに対して赤色の人はドライブボレーでカットした人の方に動かしていきます。多分この人はストレートロブを上げようとしましたが、あまり上がらずセンターに攻撃されると思ってセンターに素早く戻ろうとします。黒色の人はその行動をしっかりと見て逆をつくような形でコースをしっかりと狙っていきました。このように最初に通常プレーを見、その後にスローモーション解説でどのようなことが起きているかについて話しています。そしてもう一度プレーを確認するためにリプレイという形でやっています。リターンをセンターの足元に沈めていきます。このボールに対して赤色の人はミスヒットをし、前衛の方に甘いボールが行きます。手前側のチームは奥側のチームに攻撃をされるので、2人ともポジションを少し下げていきます。前衛の水色の人はリスクなく攻撃をしていくためにセンターに打ち込んでいきます。よく相手に触られたくないって思う人はここでストレートを打ってしまい、サイドアウトとかがあったりします。優位な状態であれば、このセンターにしっかりと打ち込んでも相手は通るのが難しいので、リスクなく攻撃をしていくことができます。足元に沈められたリターンに対して赤色は重心を低くしながらボールが浮かないように返球をしていきます。水色の人もこの沈められたボールに対してボールが浮かないように赤色の足元に沈めていきます。赤色はこの返球に対して逆を取られるような形になったので、ロブを上げて対処していこうとしましたが、このボールが浅くなってしまいます。このボールに対してストロークの人は完全に優位な状況が作れていたので、先ほどのプレーと同じような形でリスクが一番少ないセンターに打ち込んでいきました。しっかりと打ち込んでいるボールなので赤色はラケットにまかわせることができず、弾かれてしまいミスを誘うことができました。ストレートにボールを打ったので赤色の人はセンターにポジションを寄ります。ストレートケアをした人はさすがに2本ストレートを連続して狙ってくることはないと見て、次にクロスに来る甘いボールを攻撃をしていこうと考えていたと思いますが、黒色の人もしっかりと肩を入れてクロスを打てるような状況から最後引きつけてストレートに打っていきました。いやー、黒い人このショットはうまいです。リターンをサーブ&ボレーしてきた人の足元に沈めていきます。このボールに対して黒色の人がリターンダッシュをしてきたので、浮かないように足元に沈めていきます。黒色は合わせるような状況になってしまったので、水色がポーチに出てくると思いストレートを狙っていきましたが、水色はそのままステイをしている状況でした。このボールに対して水色はセンターに打ち、そのままセンターに詰めて、センターに甘くなったボールに対してポーチを狙おうと動きましたが、思ったとこには飛んできませんでしたが、浅く浮いてくるボールが飛んできたので、このボールに対して攻撃をしようとしていきます。水色の動き出しは少し逆を突かれるような形で動いていたので、ここは無理をしてコースを狙うというよりかは、一番リスクの少ない部分にしっかりと打ち込んでいくということを選択しました。結果としてこのボールが赤色の足元にしっかりと沈み、ミスをさせることができました。打った本人も自分でうまいと言っていましたが、このプレーを解説。サーブ&ボレーをしてくる相手に対して黒色の人はストレートロブを上げていきます。普通ロブケアだとストレートの黒色の足元に沈めたり、センターの赤色の足元に沈めていくという形が多いですが、この動いている状況で一番見えていないこの黒三宮に打っていくこのボレー。棒との空間認知能力、そして面の感覚がしっかりと優れてないとこの位置に打つことは難しいです。なのでこの打った本人もうまいと自分で言うほどの絶賛するボレーになっていました。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。今回動画が参考になったと思う方はぜひ高評価、またテニスに関する動画を様々アップしてますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。